ボーン地球上の皆さん、こんにちは。K-E-M-I-O、ゲミオでーす。そして今日はなんと T-H-E-L-M-A、テルマでーす。みんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。うちらはセレブだから今は車に乗ってすごい暗くて全然見えてないんだけど、こんにちはということで、今日はうちとテルマちゃんと後からナーちゃんも来るんだけど、うちら3人姉妹のギャル姉妹で今から渋谷をぶっ壊しに行きます。イエーイ。すごい今日も暑いって感じで本当にテンションが下がりそうなんだけど、タクシーの運転手さん今日はどうですか。暇ですね。ですって。ありがとう。暇だーす。テルマちゃん今日も可愛いですね。羨ましい。今日全然漏れてないから。あのもう漏れない漏れるどころじゃなくて真っ黒です画面が。もうごめんなさい。許さない。なんでこんなに真っ黒なんだろう。パーリパーリ逆光でもパーリ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 。何食べてるんですか。TikTok。欲しいです。ください。たまみよ。うまいよこれ。ジェリー、ジェリー、ジェリーオンザボール。はい、それではうちらの東京の旅、皆さん一緒に楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。視聴者様からの意見は随時募集させていただきますので、こちらまでメッセージいただけましたら幸いでございます。はい、はい、クレームは全部燃やします。はい、クレームはですねシュレッダーではなく燃やします。あのすみません、テルマちゃんですよね。違います。え、絶対そうですよね。違います。え、いつもインスタとか超見てね、超好きなんです。この間なんか動画でな、え、テルマちゃん実際会うと冷たい。実際会うと全然こっち見て。テルマちゃん、すみません、多分人違いですね。すみません。マヤヤマヤヤマヤ玄米。てか うち超肌の治安悪いのと、テルマちゃんマジか小さいですね。ゆららゆららちっちゃくね。ルイララユララ。さりげなく入れてきてちっちゃくねやったよ。ゆらら。そうですね、やっぱり夢を持つ大切さっていうのを、はい、やっぱり最近の若者に、はい、あのうちらが伝えなきゃいけないって思っています。そうですね、このブラウン管を通して、はい、あの皆様に伝わっていただけたら私たちの仕事ね、はいはい、そうなんです。そこが目的なんです。そうですね。やっぱり夢を持って生きないと意味がないんです、はい、そうですね。それをやっぱり皆さんにあの肌で感じていただきたいっていうのがやっぱりうちらの目標であり、うん、はい、うちらの夢でもある。はい、あのそれで最後に大事なことなんですけど、私たちちゃんと、はい、あのお金はいただくので皆さんから、はい、忘れないでください、はい、ただではないです。私たちもね生活かかってますの で、 そうなんです。夢をいただいたらいただいた分だけのお金いただきます、はい、そしてですね、ただなものほど怖いものはないです。ないですよね、はい、あー怖い怖い、本当に怖い怖い、うん。チャチャチャラチャチャラチャララチャ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 ラチャ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 ラララララランチャ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 ラララララルチャチャルル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 。今回のセレブはケミオさん、モデル、タレント、かつ YouTuber でございます。 Thank you guys! I'm so happy to be here! Thank you so much! 今日はケミオさんにたくさん質問をしていきたいと思います。 Hi! Okay,、yes. Who is your inspiration? Lady Gaga. Oh! Lady Gaga, she's my everything. Oh! What...Can you please perform a song? Of course. Okay. まあ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 。最後の質問なんですけど、あのケミオさんの印象といったらあの金髪の印象だったと思うんですね。はい。そうなんです。なんで今回会った時に黒髪だったんですけど、その黒髪の理由はな、あとその黒髪の中にあの。一点だけ白いホコリがついてるんですけど、それはどういう意味ですかね。痒くなってきちゃった。ああ、ごめんなさい。私ね、髪の毛の話になると痒くなっちゃう。あ、そうなんです。あ、じゃあやめます。じゃあやめます。次の質問に。まあ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 。Thank you so much.
Thank you so much for this time, Kimyu. Of course. I hope you have a wonderful time in Japan. Did you like it? Did you eat anything like sushi, like mekon? Yeah. I ate McDonald's last night. Oh, McDonald's. Yeah, it's a Japanese food, right? Well. Mama. また音なしやばくない？ケミオさんは、はい、日本に住んでいて今 LA に住まれてると思うんですけど、日本とアメリカのやっぱり大きな違いというのは何ですかね？やっぱりスターバックスですね。スターバックスが本当に近くて、アメリカのスターバックスって基本的に95階建てなんですね。でも日本は基本フロアじゃないですか。でそういうところがちょっと違うかなと思います。どうですか？じゃあ今日はまあ、レディーガガさんが大好きとお聞きしたんですけど、レディーガガさんのダンスを披露していただきたいなと思うんですけど。彼女はもともとダガガの所属だったんです。え、なんですか？所属だったんです。あ、そうなんですね。あ、じゃあナディアさんにちょっと。さよなら。もうきっと二度とあなたに会わないけど、心の中にずっとずっと君がいます。そんな時はテルマちゃんに